球団初の3連覇を成し遂げました広島東洋カープ。おっといい当たりだ、レフトへ坂本、どうだ、先頭バッターホームラン。際どい、それほど際どいところですね、さあ2-2からいい当たりだ、右中間へ、どうだ、田中俊太の打球はスタンドに届きました。どうだ、内野ゴロ、セカンドの頭、その前進守備の上を越えていきました。ここもスタートを切ってレフトの前に落ちました。またスタートを切ってますから一塁三塁です。ランナースタートを切っていまして、またライトへ、また一三塁か、亀井投げる、どうだ、高く上がった、レフト見送っている、今日2本目のホームラン、キャプテン坂本。高橋由伸監督、ベテランに託します。どうだ、レフトの前に押した、二塁ランナー三塁ベースもある、同点のランナー帰るか、ボール返ってきた、同点、試しちょっと浮いた、左中間、レフトの前に押した、菊池が三塁を回る、カープ勝ち越し、1点ビハインド。どうだ、高く上がった、亀の打球はライト、足が止まっています、あと一歩届かず、帽子を取って高橋監督一礼、遠くを見つめた亀井、あと1点届きませんでした。ジャイアンツこれで70敗目。